はい、いつもありがとうございます。ブラッシュアップのマガリオです。今回は踊るギタラ系者の一人ごと、今回もよろしくお願いします。今日はですね、鹿児島からですね、ちょっと中継してるんですが、ごめんなさい、もう昼間から飲んで酔っ払ってますんで、ちょっとこれ娯楽動画としてご覧いただきたいんですが、娯楽にならない動画になっちゃうかもしれないですね。今僕はですね、実はこちらにいるんですよ。こちらにいるんですよっておかしな話ですが、鹿児島の中央駅の近くに屋台村っていうのがありまして、その屋台村はですね、そこで超運命的な出会いをしてしまったんですよね。ちょっと歩いてるんでごめんなさいね、そのお店まで行きますが、ちょっとそこのお店があまりにも素晴らしすぎるんで、急遽ちょっとねロケをしようと思って僕は来てるんですが、屋台村ってねこんな感じなんですね。はい、いろんなお店がですね、まあ、お昼なんでね営業してるとこあんま少ないんですけど、で僕が今日来てるのはですね、 ここですよ。たぎる場さん、鹿児島弁で暑い場所っていう意味のところらしいんですけど、ここのお店素晴らしいんですよね。はい、ちょっとなんかちょっとだけ待ってくださいね。 OK。 でなんで僕が今日鹿児島に来てるのかというと、今日夜の動画で詳細明かすんですが、ちょっと大山君どうぞ。こんにちは。僕らは鹿児島のクデラクなんですけど、この人バカで、ですね、明日からニュージーランドに行ってパイロットの免許を取って極限のアクロバットになろうとしてるんですけど、曲がりは初のクラウドファンディングを仕掛けますんで、皆さん、僕の、もうごく少ないマニアファンはですね、福沢諭吉を振り込むように後ほど講座をお知らせします。それは夜の動画でやるんですが、ちょっと今大山くんがたまたまキャッチに引っかかったわけですよ。屋台村の中にお店があったんですけど、僕は、鹿児島だったら黒豚だから黒豚しゃぶしゃぶだろうと、明日からニュージーランドに行くクライアントに対して俺はしゃぶしゃぶを動いてやるぐらいの勢いでいたら、なんか久しぶりに会って、あ、マグリオさん、僕ブリのお店に声をかけられたんですよと、なんか意味が分かんない、ブリかよみたいな。で正直言うと、ブリかと僕心の中で思ったんですけど、久しぶりになって大山君が、いや、マグリオさんブリブリブリって言ってるんで、来たわけですよ。超うまいね。そうですね。ちょっとここのブリ何がすごいかっていうと、これですよ。見えますか。はい、なんとここのブリは餌にお茶が入ってるんですよ。お茶、お茶を食べているブリで、さっき僕も食べたんですけど超うまいんですが、あと僕はもう酔っ払ってますので今日鹿児島屋台村にいるんですが、さっきの店長、焼酎の瓶ありますか。なんかですね、すごいんですよ。もう屋台村なのでこんな感じなんですよ。ちょっと見てくださいよ、この芋版ボジョレ新焼酎400円解禁。で僕普段僕のこと知ってる人は、マガリオさんってハイボールと日本酒しか飲まないですよねと思ってるかもしれないですが、正解です。焼酎とか全然飲まないですが、めちゃくちゃうまいもんこれで、もう3杯ぐらい飲んでるんですけどもう1杯ぐらい飲もうかなと思ってるんですけどね。なんで今日僕がこの動画を撮ろうと思ったかというと、ここは屋台村の中にあって、今日ちょっと店長紹介していいですか。店長どうぞ。はい、出てください。どうも、はじめまして。先ほど大山くんをキャッチしたでここの店長です。僕もここに来ますよ。こんな感じでいいですよね。大山くんもよかったら紹介してください。この真ん中あたりにちょっとお店の宣伝してください。はい、ですね、ここはですね、鹿児島の屋台村のたぎる場という店舗なんですが、はい、うちの会社がネバーランドという会社で、会社名がちょっと変わってるんですけど、ネバーランド、もうこのネバーランドっていうちょっと子供のような感じなんですけど、うちの会社のこの意味がですね、ネバーに込められてるんですよ、うん、ネバーというのが決してとか唯一無二っていう意味で、決して諦めない集団っていう、そのうちはネバーランドっていう会社なんです。決して諦めないやつだ、うん、はい、ちなみにこのお店の名前は、ここはたぎる場です。で、鹿児島弁でたぎってるっていう言葉が、物が熱くなるという意味なんです、ね、意味なんです。熱くなる場所、たぎる場。なるほど、はい、大山君は見事にキャッチに引っかかって僕もここに来て、めちゃくちゃ飲んでるわけですが、ここのお店はすっごい素晴らしいのは、
もともとね、本店があったわけですよね。はい、本店があったんです。本店の名前は特攻チキン野郎です。はい、僕はさ、日頃、起業家が売ってるのは言葉なんだって皆さんに言ってますよね。このお店の名前はもう一回、特攻チキン野郎。特攻チキン野郎ですよ。マジか。ちなみにどんな店なんですか。魚がメインでやってる。いや、特攻チキン野郎だ。魚メイン。特攻チキン野郎っていう名前だけど、はい、魚がメインです。だよね。はい、鹿児島って美味しいもの多いよね。はい、さっき僕も黒豚のね、生姜焼き食べたり、はい、あと鶏のね、地鶏の炭焼き食べたりとかして、はい、お肉が割と有名なんじゃないかなっていうイメージがあったんだけど、はい、で、トコチキン野郎の名物は何だっけ？まあ、魚です。いや、おかしいな。なんだけど、ここの茶ぶり、ほんと美味しい。はい、僕、結構グルメなんですけど、ぶり大嫌いなんですよ。だけど、お寿司抜きに、これほんとお寿司抜きに、超美味しかった。ありがとうございます。人生の中でもこんな美味しいぶり食べたことないんじゃないかって、お前グルメじゃないだろって思ったんだけど、まあ、マジで本当に美味しかったんですよ。で、ここは鹿児島中央駅からもう屋台村っていうと有名で歩いてすぐ来れるんですけど、もう大絶賛なんですが、ちょっとその話を置いといて、はい、3号店目の名前何でしたっけ。3号店がですね、ハイパーチキン野郎です。おすすめ何でしたっけ。まあ、魚です。いや、だからおかしいだろ、自分のこの店。ネバーランドですよね。ネバーランドです。はい、ないんだけど、僕もね、居酒屋のクラナさんがいたりとかプロデュースしてるんですけど、うん、思いがすごい。なんで僕がわざわざ急遽 YouTube チャンネルを、初めてですよね、ロケ初めてなんだけど、初めてのロケでなんでここを選んだのかっていうことをちょっとこれから語ってほしいんですけど、はい、今うるすですか、ちょっと自己紹介してくださいよ。はい、はい、では特攻チキン野郎の改め株式会社ネバーランドの、はい、今統括部長をしている安井裕二です。うちの会社はですね、もともと口コミだけで始まったお店で、で、今3店舗目まで鹿児島で広がったんですけど、やっぱり人の思いで今3店舗目まで行くことができて、まあ今は人と人がつながって、まあ、みんなで協力して頑張ってる。で、来年東京に進出しますので、まあ今このチャンネルを見てる方々、ぜひ特攻チキン野郎を覚えていてほしいです。特攻チキン野郎ね。イエーイ。で、このお店のオーナーは吉井さんは何歳だっけ。僕は24です。まだ24だよ。しかもこの上山くんも24だよ。で、僕41だよ。だけどすごいよね、20代でこんな熱い人たちがいるんだ。彼パイロットで曲芸のアクロバットの、飛行機乗りになるって言ってるわけですよ。頭おかしいですよね。で、ちなみにお前英語喋れるのって言ったら、いや片言なんですよって、明日からニュージーランドに行くわけですよ。まあ完全に頭いかれてるんですけど、安井くんも飲食専門なんですよね。はい、はい、です。で、なんで飲食がそんなにいいの。いやー、もう夢にみんなで向かっていくじゃん。とりあえず日本を変えようっていうのが僕たちの思いなんで。飲食で、飲食で、居酒屋で、居酒屋で日本を変えます。で、ちなみにもともと違うところで働いてたんでしょ。はい、そうです。ね、はい、そうです。でも、そこも飲食で、はい、オーナーは鹿児島の人なんだけど、はい、オーナー何歳だっけ。まあ、33です。33。で、東京で修行してたんだよね。はい。でも、鹿児島の人だから鹿児島に戻ってきたんだよね。はい、そうです。で、そこのお店に、はい、行ったんだよね。はい、お客さんとして。お客さんとして。初めての出会いは。その時お店ってどうだったの。お店は、特攻チキン野郎だよね。特攻チキン野郎はですね、一組で、僕たち一組です。お客さんは誰もいなかった。ここはさ、ちょっと僕が日頃教えてることと異なるんだけど、彼らのお店はね、広告宣伝一切しないっていうスタンスで、来てくれたお客さんの口コミだけでお店をやるんだっていうスタンスなんだって。その辺の話を聞きたいんだけど、はい、オープンしてどれくらいで、オーナーは鹿児島に戻ってきては、まあ、無名だったんだよね。無名ですね。全然知られてないんだよね。特攻、はいはい、チキン野郎っていう名前だけど、おすすめは魚です。っていう感じなので。魚です。まあ、オープンしたけど、広告宣伝をしないから、はい、お客さんがいなかったんでしょ。そうです。もう、いなくて、夕方6時オープンで、うん、そこから後の6時までオープンして。ちょっと待って、6時オープンで夕方の、はい、朝の6時までやってみたの。朝6時まで、もうお客さん来ないので。いや、だから鹿児島の人って、そんなに夜中飲んだくれてるの。飲んでないですね。確かに鹿児島っていうと、もう焼酎焼酎焼酎ですけど、飲んでなかったんですか。12時間営業なんだ。12時間営業
特攻チキン野郎は。特攻チキン野郎、はい、そうです。もう。で、どうだったの？いやー、お客さん来なかったですね。で、来た人に何ができるのかを毎日真剣にもう一組来て、二組来て、もう鼻パンパンにして、うちの刺身こうなんですよってもう伝え続けて。で、もう美味しい料理と美味しいドリンクはもう当たり前。うん、そうじゃないともうお客さん来ないし、そのプラスアルファって何なんだろうって毎日朝10時とかそのぐらいまで話し合って、そっから店が終わった後に、店が終わった後で、そっからちょっと寝て、またもう3時2時ぐらいにもう仕込み入ってさっきちょっとちらっと聞いたんだけど、はい、実は全然やっぱお客さん来なかった、はい、で毎日ね新鮮なものを仕入れしてるんだけど、はい、お客さんが来ないから、はい、捨てるんです。もうお魚、だってとっこチキン野郎なんだけど、おすすめのお魚で、その新鮮な旬のお魚を仕入れしてるけど、お客さんが来ないから、オーナーがもう泣きながら捨ててたんでしょ？はい、そうです。もう泣きながらゴミ箱に捨てて。それでもお客さん来ないけど、美味しいものを食べてもらいたいっていうことで、で、はい、でどれくらい苦戦してたんだっけ？大体、もうオープンして6ヶ月、12月にオープンしたんですけど、6ヶ月、6月ぐらいまではお客さんは、もう本当ポツポツというような形で、7月からもう、徐々にもう皆さん来ていただくようになって、いや、ちなみにね、笑っちゃうんだけど、オーナーは鹿児島の人なんだけど、東京のね、有名なお店で修行されてたんだよね。はい。で、そのお店で修行していた、一緒に働いていた人たちが、はい、東京から、はい、オーナーと一緒に仕事したいって言って、はい、鹿児島に引っ越してきたんだよね。そうです。はじめの社員がどういう構成だったんだっけ？はじめの社員はですね、オーナーと、あと、もともとその時のお客さんが一人、ポツと鹿児島に来て、はい、東京のお店さん、あー、彼も、ちょ、東京から来たの？はい、ちょ、僕は北海道から来ました。北海道、彼は北海道、ちょ、キュウリ君、いきなり乱入でなんか東京から来たとかで、はいとかしてるんですけど、ちょ、自己紹介しませんよ。はい、北海道から来ました。え、自分のオーナーの東京のお店のお客さんだったの？お客さんです。で、一回転勤で宮崎行って、で、そこから北海道転勤になって、気づいたらオーナー鹿児島でお店出してて、やってきました。なんでついてきたの？なんでだろう。その人見て僕は飲食目指したんで。オーナーを見て今の。そうですそうです。でお客さんだったけど飲食の道を志して、はい、鹿児島までのこのこついてきたの？のこのこついてきました。マジか！今ここの店長なんだっけ？今、はい、はい、そうそうだったんです。統括部長と今店長が一気に揃っちゃったんだけど、はいはい、マジか！だって自分もお客さんだったんでしょ？そうです、もう本鹿児島の時のお客さん。マジか。ちょっとこの店っていうか、このネバーランドやばいよね。ありがとうございます。で、全然苦しい6ヶ月をひたすら来たお客さんをもてなすっていうか、はい、喜んでもらうことだけ考えて6ヶ月からブレイクしたんだよね。はい、もうガキさま。いや、でもさ、ちょっとみんな本当に聞いてほしいんだけど、居酒屋って簡単にできると思ってんのよ、飲食って。だけど、1年以内に、まあ、あらゆる業種1年以上続けられる人って3割弱しかいないからね。ただ居酒屋だけ、飲食だけじゃなくて、飲食は最も簡単にできると思ってるけど、3年持つやつってほとんどいないから。でもこの6ヶ月耐えて耐えて、終わった後に朝10時までミーティングをして、はい、もうそこから、まあ、特攻チキン野郎がブレイクして、ここ2店目、これは2店舗目です。で、3店舗目にハイパーチキン野郎が、はい、4店舗目が今度東京なんだよね。4店舗目がですね、今度鹿児島に、鹿児島の11月に、11月ちょっと宣伝したもん。11月に、ミラクルチキン野郎がオープンして、中旬に。ハンハイパーミラクルみたいな、まあ、ネバーランド頭がおかしいかもしれないんだけど、よく分かったんですが、本当に僕たち売ってるのは言葉だよね。だけども、チキンなんだけど売ってるのは何だっけ？魚です。あの、相変わらず原稿なしで動画送ってる。何これこれね、やばいよね。でもやっぱり居酒屋最高？最高ですね。もうこんな面白い職業ない。ない、自信持って言います。でこのネバーランドはオーナーが本当にすごい人格者だよね。はい、ですね。だって社会保険もあって、でスタッフのために働きやすい環境を作るんだっていうのも第一番なんだよね。第一番、もう第一番だ。だってついてきちゃったんでしょ？ついてきましたね。で、お客さんだったんだよね。あ、お客さんでした。お客さんどうする？みんな社員は今お客さんですね。お客さん、お客さん、バイト。そんな風でね、会社ができるのかっていうのはすごいなと思うんですけど、今日はそんなわけで、はい、ちょいきなりだったんですけど、ぜひ皆さん鹿児島はですね、来たらここに寄ってくださいね。お願いします。
後ほど連絡先を入れときます。それでは皆さん、やばいなこれ、15分になっちゃうんで、またねー。